はい、えー、こんにちはレトスノーノです4月29日の三問に入る前にご連絡をいたします4月25日から昨日の4日間にわたって理解学習こそ合格への道ということをお伝えしていきましたそれは丸暗記学習で覚えるだけだと忘れてしまうからなんですね だからこそ理解をしていくということで忘れにくくしていくということですそのため独学でできる理解学習の方法について別途動画でまとめましたでこの動画についてはこの動画の最後にお知らせいたしますただその動画の中でもお伝えをしているんですけれども問題文の理解と質問内容の理解この2つについては弊社の個別指導の重要なノウハウとなっていますのでお伝えはちょっとできない状況です 実際、弊社の個別指導で7割超えの合格率を出しているのはこの問題文の理解と質問内容の理解これを初めから徹底的に身につけてもらうからなんですねこれを身につけることでこれまで中卒の方や高卒で職人型機の方また法律知識ゼロの主婦なども合格していただきました今年はあなたの番です今年宅見合格したいというのであれば是非私にお任せください 募集終了までであと2日です。今からでも今年の合格十分目指せますんで一緒に勉強して今年の合格目指しましょうそれでは本日の3問に入ります AB 間で金銭消費対策契約を締結した際に債権譲渡することを禁止する特約を約定したそれにもかかわらず債権者 A が第三者 C に対して債権を譲渡した場合この譲渡は無効となる丸か×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは罰になります債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合原則有効なんですね問題文は無効となっているので誤りになりますでまた例外として債権の譲り受け人 C が悪意または重過失の場合債務者 B は 譲り受け人 C からの請求を拒むことができます、まあこれもね合わせて覚えていただきたいんですけどもでその他にもまだ関連ポイントありますのでこの点は個別指導を受講していただいた方にえ解説いたしますこれもですねこのまんま覚えるってなかなかイメージづらいと思うんですよねなので、まあ、個別指導では具体例入れながらですね解説させていただきますで問い2です宅建業者 A は自ら売り主として3000万円の土地付き建物、まあ、これ未完成です これを、宅建業者でない B と売買契約を締結した。債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、それとは別に違約金として500万円と特約した場合、当該特約は無効となる、丸かツかという問題ですね。え答えはツです。これ、特約が丸々無効になるんではなくて、一部有効なんですね。 でその一部っていうのが600万円分なんですけれども、まあ、その点についてちょっと解説していきます。この問題は、ハッシュ規制の一つである損害賠償額の予定等の制限の話なんですね。でポイントは、損害賠償額の予定と違約金え。これっていうのは代金の2割を超えてはいけません。今回、代金っていうのは3000万円ですね。3000万円の2割っていうのは600万です。で、2割を超えた場合っていうのは2割になるんですね。 2割を超える部分が無効です。2割を超えていない部分は有効なんですね。つまり、600万円は有効で、600万円を超える部分のみ無効です。で、今回問題文では1000万円ですよね。500万プラス500万で1000万円です。1000万円で特約しているので、400万円部分は無効ってことです。つまり、本子特約っていうのは、まあ、無効になるんじゃなくて、損害賠償額の予定プラス違約金イコール、600万円になりますよ。 つまり全部が無効になるんじゃなくて一部有効ですということですね。なので答えは×です。で、問い3です。宅地造成工事規制区域内において果樹園用地の造成のため10万平米の土地について切り土または盛土を行う場合、宅地造成等規制法の許可を有しない。丸か×かという問題です。答えはえ許可は不要なので丸ですね。 宅地造成等規制法でいうこの宅地というのは農地、再送放牧地、森林、公園、道路、河川、その他整理で定める公共用の施設に供されている土地以外の土地が宅地なんですね。で、今回農地っていうのは宅地ではないんですよ。農地は宅地じゃないですよね。そして今回果樹園っていうのは農地に当たるわけです。つまり果樹園は宅地ではないということになります。従って 果樹園用地の切り土や盛り土っていうのは宅地造成工事の許可はいらないんですねあくまでも宅地造成の工事の許可が必要な場合っていうのは宅地において行う工事だったり宅地にする工事なんですよね今回宅地ではありませんので許可は不要だということですここ数日宅地造成等規制法でいう宅地の定義についての問題を出題してきました 解けない方は復習してください重要なポイントですまた個別指導の受講生については試験で引っかかりやすい注意点もお伝えしておりますで初めにもお伝えをした独学でできる理解学習の仕方についてはこちらの動画参考にしてみてくださいそして問題文の理解質問内容の理解含めて合格するための理解学習を自分もやってみたいという方は個別指導ぜひご検討ください 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただきます募集終了まであと2日なのでお早めにお申し込みいただければと思います今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした